ヘマテインは、ヘマトキシリンの酸化誘導体で染色に用いる。カラーインデックスでは、ヘマチンとも呼ばれるが、ヘモグロビンの分解で生じる茶色から、黒色の色素であるヘマチンとは異なる。ヘマテインは、水小アルカリ性の条件では、青色で溶けにくく、アルコール生産性の条件では、赤色で溶けやすいという、指示薬のような性質を示す。溶解したヘマテインは、 空気中の酸素とゆっくり反応し用途のない物質となる。酸性溶液中でヘマテインと金属の削体が生体染料として用いられる。アルミニウムヘマテインは人やその他の動物の組織切片中の細胞核の染色に通常用いられる。金属ヘマテイン染料は神経繊維の随称やその他の細胞小器官を染色するのにも用いられる。 染色の色は用いる塩によって異なり、ヘマテインマイナスアルミニウム作体は青色だが、鉄作体は非常に暗い青色、または黒色になる。アルミニウムヘマテインは細胞核のクロマチンと結合する。ヘマルム染色法は1860年代から使われているが、色素金属作体と結合する物質はまだはっきりと分かっていない。ある組織学的な調査では、 カチオン製のアルミニウムヘマテイン錯体が DNA のリン酸アニオンに引き付けられることが明確に示された。他の調査ではヒストンのアルギニン残機がヘマルム染色の機質であることが示唆されている。ヘマルムで染色される構造はしばしば抗塩基性と言われるが染色の機構はより小さい分子の塩基性染料ほど単純ではない。マニ抗塩基性の構造には拡散、または 細胞外マトリックス中のクリコサミノグリカンや様々な粘液中の酸性糖タンパク質が含まれるがヘマルムによって通常染色されるのは核のクロマチンのほか、ケラトヒアリン化流や石灰化沈着物等の少数の物質のみである通常染色に用いるよりも高い pH である pH3.2 の希薄溶液として使用する際には価値ン化した 色素金属作体が含まれ、核酸を徐々に染色する。通常の染色に用いるヘマルム溶液は、より高濃度で酸性であり、化学的、または酵素的に組織から DNA、または RNA を抽出した後でも、核を染色することができる。ありがとうございます。